カブすき焼きチャンネル。はい、どうもカブすき焼きチャンネルです。今回は11日の阪神戦振り返りたいと思いますので、ぜひ動画最後までご覧ください。このチャンネルではカブに関する動画を多く上げておりますので、カブファンの方やプロ野球ファンの方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは内容に参りましょう。はい、というわけで11日阪神戦ですが、1対0でカープが勝利したということで、見事なね、ゲームだったと思いますね。まあ、打線はねちょっとやっぱ苦しんではいたんですけど、しっかりと投手陣が守り抜いて 1-0 で勝つということで、まあ、中日とのね試合ではこの 1-0 でねやられるという試合がね多かったので、まあ、相手チームは違うんですけど、阪神相手にね同じようなゲームができたっていうのはね、まあ、一つ良かったんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、今ねやっぱりバッティング打線の方がねなかなか状態上がらないということなので、まあ、こういうふうにねしっかりと守り勝つというゲームがね重要になってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、この試合のスタメンこのようになっています。まあ、大きくはね変わっていないんですけど、まあ、小園選手がサードでショートに矢野選手が入るというようなスタメンで、キャッチャーをね2試合続けて相澤選手ということで、まあ、バッティングの状態もね相澤選手が悪くなさそうということと、まあ、大瀬良投手とはね相澤選手がね組むということが多いので、こういうスタメンになっていました。で、得点ですが、9回の表ですね、田村選手がセンターオーバーのタイムリースリーベースということで、まあ、本当にいいところで打ってくれたなということでね、これが決勝点となりまして1対0でものにしました。さあ、では野手陣の注目ポイントですが、もうこの試合はねもう田村選手でしょう。4打数1安打1打点ということで、本当に最後の最後にねいいところで打ってくれました。0対0でね、まあ、重苦しいゲームだったんですけど、2アウトからですよ、9回2アウトからもう均衡を破る貴重なプロ初タイムリーとね、なりました。試合前にですね、まあ、直球にね振り遅れているということもねあったので、まあ、打撃フォームをねどうやら修正していたようなんですね。で、まあ、それが功を奏してしっかりと直球を捉えられたということで、非常にいいバッティングだったと思いますし、まあ、ここもねしっかりと打席に入ってから直球に狙いをね定めたということで、まあ、初球ねスライダー空振りしたんですけど、まあ、それを見て、あ、これ当てられると思ったらしいんですね。まあ、このスライダー当てられると思ったので、まあ、っすぐに絞って、まあ、スライダー来てもね対応できるので、まあ、っすぐに1本絞ったところがねまっすぐ来てそれを捉えた、まあ、そのね、ゲラ投手のまっすぐをねもう捉えたっていうだけでもね非常に素晴らしいですが、そのね、なんですかね、アプローチといって、ね、考え方っていうのもねもう非常に素晴らしい。高卒3年目とはね思えないぐらいね、いい打者だなと改めてね思いました。まあ、ここまでね、まあ、開幕してからなかなかヒットも出なかったり、タイムリーヒットってのもね、まあ、なかったんですね。なので、まあ、これがプロ初タイムリーということなんですけど、まあ、いいところで本当に打ってくれたなということで、まあ、これでね、3試合連続安打になっています。ちょっとねチームが元気ない中ね田村選手が頑張って状態上げてきてくれてるっていうのは非常にね、まあ、嬉しいなと思いますし、まあ、若いんですけどね打線引っ張っていってほしいと思いますので、またタイムリーが出たということでね、今後のチャンスとかでもね気が楽になるんじゃないかと思うので、まあ、さらに上げてくるということを期待したいと思います。これからね東京ドームでの3連戦ですのでね、まあ、もしかしたらプロ初ホームランなんてものもね飛び出すんじゃないかなというふうに期待して、見守りたいなと思います。まあ、本当にねカープの未来を担うねいいバッターだというのがね再認識できた9回のバッティングでした。続いて小園選手です。4打数2安打ということで、まあ、9回のヒットですね、先頭バッターで出塁したんですけど、まあ、しっかりと引っ張って打てたヒットということで、まあ、良かったんじゃないかなと思います。ちょっとここ数試合ね状態を落としていて、まあ、中でもやっぱ点がね取れてないという中でチームバッティングをねかなり意識していたと思うんですね。まあ、その中ねこの前の試合の初回の先制のショートゴロなんかは素晴らしかったんですけど、まあ、やっぱり小園選手のいいところっていうのは、まあ、初球から引っ張っていって強い打球打つということなので、まあ、そういったヒットが久しぶりにね見れたっていうのは良かったんじゃないかなと思います。まあ、もう一本のヒットはねポテンヒットで、まあ、ラッキーな形のツーベースだったんですけど、まあ、9回のそのヒットがね良かったので、まあ、やっぱり小園選手もね3番でねチームのこといっぱい考えてくれてるとは思うんですけど、まあ、そんな中でもねたまにはこういう風に持ち味をね前面に出した引っ張った積極的にいったヒットっていうのをねこれからね見せてくれればまた率とかも戻ってくるんじゃないかと思うので、まあ、このヒットをねきっかけに、またいい状態に戻してくれるんじゃないかなというふうにもね期待しています。
で最後は堂林選手ですね、3打数1安打ということで、まあ、ヒットはですね、西投手のスライダーを、ね、逆らわずにライトへヒットということで、まあ、状態の良さが、ね、分かる1本だと思います。まあ、しっかりと、ね、肩も開いてなくて流して打てたんじゃないかなと思います。で9回は先頭の小園選手が出た後に、まあ、1球でバントを決めるということで、もともとバントの、ね、上手い選手なんですけど、まあ、しっかりと、ね、初球で決めて流れを、ね、止めなかったっていうのが、ね、まあ、4番なんですけどね、つなげるということで本当にいい役割を果たしてくれたんじゃないかなと思います。で、まあ、3打数1安打ということで、これでね打率リーグ2位を、ね、キープして本当に好調だと思いますね。まあ、ちょっと前まではね、まあ、状態がそんな悪くない中詰まった人とかが出ていたんですけど、まあ、ここ数試合はねいい当たりなんかも増えてきてますし、まあ、前の試合をね引っ張ったいい打球もありましたし、この試合の逆方向への綺麗なヒットっていうところからもね状態が上がっているんじゃないかなと思いますので、まあ、堂林選手に関してもねいい感じで触れてるので、まあ、一発なんかもねまた出てくるんじゃないかなというふうにね期待しています。その他の気になるポイントですが、まずはですね、初回のね、レフト秋山選手のプレーですね。ツーアウトランナー二塁という場面でね、大山選手がレフトのね、頭上を越すかといったね、打球打ったんですけど、まあ、秋山選手がうまくね、判定してジャンピングキャッチしたということで、まあ、慣れないレフトでね、まあ、正面に来たね、あの、後ろの打球っていうのはかなり難しいので、まあ、ぎこちなかったんですけど、うまくね、本当に体を切り替えて、最後は片手で取ったということで、あれがね、抜けていれば、またゲーム展開もねガラッと変わっていたと思うので、まあ、非常にね良、かったと思いますし、やっぱり球際ね強いなと思いますね。前の試合も前川選手の打球ファインプレーしたんですけど、まあ、こういう球際の強さってのはやっぱり秋山選手ならではの、ところですので、まあ、この守備には本当に助けられたんじゃないかなと思います。そして7回裏はですね、途中から入った久保選手なんですけど、まあ、佐藤輝明選手がねセンター右にね大きな打球を打ちましたが、久保選手がもう大ファインプレーということで、まあ、フェンスに激突しながらボールをね取って離さなかったということで、まあ、これには思わず阪神ファンも拍手をするというぐらい非常にねビッグプレーになりました。あれが抜けていれば先頭でツーベース、スリーベースでしたので、まあ、本当に打球のね判断も素晴らしいですね。あの打球にも一直線で行って、もうピンポイントで行って、でフェンスギリギリだったんですけど、まあ、しっかりとね、恐れずに、掴んで離さなかったということで、まあ、フェンスまでのね距離も測れていたというねコメントもありますので、まあ、やっぱり外野守備っていうのはね久保選手非常にうまいなと思います。まあ、本人としてはね、まあ、9回やっぱり大体出されたといったところのね、まだまだバッティング課題というふうに感じているということなんですけど、まあ、そこもねプロ初安打を目指してほしいですし、まあ、こういう守備といったところでねアピールしていけば出番っていうのもね増えてくるんじゃないかと思いますし、本当にビッグプレーだったかなと思います。そして9回はノーアウトからですね、上本選手が前の打球にダイビングキャッチということで、中野選手のセンターの打球ね、センター前落ちるかというところで、まあ、正面の打球でね、球に入るのがね難しかったんですけど、まあ、しっかりと、ちょっと回り込んでダイビングキャッチしたということで、まあ、うまく球に入っていけてましたし、まあ、ダイビングキャッチねやっぱ上本選手うまいですね。しっかりと前に突っ込んで取ったということで、まあ、これも非常にビッグプレーになったと思います。まあ、こういう風にねこのゲームは本当に外野のね、ビッグプレー、ファインプレーというのがね出て、まあ、それで守り勝てたというゲームだと思いますので、まあ、もちろんね投手陣も素晴らしいんですけど、しっかりとねそれをバックで盛り上げたっていうのもね良かったと思います。まあ、今ねちょっと打線が苦しい分、こういう風に守備で盛り上げて、最少失点で勝つというゲームができればね理想的だと思いますので、まあ、守備をしっかりとね、固く守って失点を防ぐというゲームね増やしていってほしいなと思います。で4回はですね、まあ、ノーアウト2塁のチャンスを生かせなかったということで、小園選手が先頭でねノーアウト2塁出たんですけど、まあ、その後ね 4-5-6 が、結果を残せなかったということで、まあ、堂林選手の、ね、打球がちょっとねリクエストもあったんですけど、ライトのねライト線ギリギリファールということで、まあ、惜しい打球ではねあったんですけど、周りがヒットだったらっていうところはあるんですけど、まあ、ちょっと当たり自体はね、まあ、そんなに良くなかったので、やっぱチャンスでまだちょっと力みとかはねあるのかなと思うので、やっぱ1本がね、また出てくればね、まあ、最後田村選手が打ってくれたんですけど、まあ、早いイニングでねそういう1本が出てくればまた楽
ックに勝てるんじゃないかなと思いました。で、秋山選手ね、自打球と状態が心配というところで、まあ、途中交代したんですけど、6回ですね、自分が打ったね、ボール自打球が、まあ、ちょっとバウンドして顔付近に当たったということで、もうかなりね、腫れてましたし、まあ、普通にね、心配だなと思います。で、まあ、そこも心配なんですけど、まあ、打撃の状態も心配というところで、まあ、13打席連続ノーヒットになっていますし、その中で8三振ということでね、ちょっと状態ね、悪いんじゃないかなと思いますので、まあ、次の試合出れるかどうかはね、この自打球の影響でまだわからないかとは思うんですけど、まあ、それ抜きにしても少しバッティング心配だという状況なので、まあ、もしかしたら他の選手がねスタメンっていう可能性も十分あるかと思うので、まあ、ベテランの選手なので、まあ、ここら辺はしっかりと調整してくれるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、早めにね、状態を上げてほしいなと思います。で、最後代打まっちゃんは不発ということで、まあ、9回ワンアウトランナー二塁でね、松山選手出たんですけど、空振り三振ということで、ちょっとね、結果残せませんでした。まあ、松山選手もね、いつも打てるというわけではないと思うんですけど、まあ、ちょっとここまでね、こういう勝負どころでのタイムリーっていうのがね、まだヤクルト戦のね、一本のみで、その他ね、いいところで出てないのでね、もうちょっとね、勝負強く一本が出るようになればね、チームとしてもね、楽になるのかと思います。まあ、今回はね、松山選手がちょっと打てなかった分ね、まあ、弟子の田村選手が打ったということで、弟子に助けてもらったので、まあ、次はね松山選手が若い選手をねまた助けるというふうにしてほしいなと思います。続いて先発大瀬良投手ですが、7回を投げて90球被安打4奪った三振5つ無失点という内容でした。大瀬良投手ですが、まあ、昨シーズンのねクライマックスシリーズ思い出すようなね、甲子園での好投だったと思います。まあ、7回無失点ということで、まあ、非常にね気持ちのこもったいいピッチングしてくれたかなと思います。初回はですね、まあ、ちょっとコントロールが定まってなくて危ないシーンもあったということで、まあ、構えたところねなかなかいかなくて、まあ、近本選手はね先頭でツーベース打たれましたし、まあ、その後中野選手とかもね、まあ、打ち取ってはいるんですけど甘いコースに行ってしまったり、ノイジー選手にもねちょっと甘いボールもあったりというところで、でまあ、最後の大山選手もね甘いボールではあったんですけど、まあ、バックにも助けられてうまく乗り越えられたのかなと思います。で、2回以降はね、そこをね修正してきたのでね、まあ、さすがだったと思います。まあ、コントロールはね、まだちょっとばらつきはあったんですけど甘いコースに行くっていうのが減ったので、まあ、そういった修正能力さすがだなと思います。で、この試合カットボールですね、武器のカットボール非常にキレが良くて、空振りも奪えるということでね、まあ、カウント稼ぎましたね。見逃しのボールもあってね、バックドアでも決まってましたし、まあ、中でも良かったのが2回のね森下選手への最後カットボール2球続けて2球空振りしたんですけど、まあ、森下選手、ちょっとね今一発も多く放ってるという中で、まあ、去年もね大瀬良投手から一発放ってるバッターなんですけど、まあ、しっかりと外のカットボールで空振り奪えたといったところからね、キレが非常に良かったというのも分かるかと思います。で、このね投球成績には入ってないんですけど、まあ、シュートもね、うまく使っていたということで、右バッターのね胸元に食い込むようなシュートを打たせて取ったり、まあ、左バッターから逃げるね外のシュートを打たせるということで、まあ、いろんなボールをねうまく使えていたのかなと思います。で、直球もね相変わらず球威があったということで、まあ、平均もね146キロ出てましたし、まあ、見逃しのストライクいいコースに決まったりねファール打たせるということで、やっぱこのまっすぐの球威がある分ね、その分カットボールも生きてくるということで、いいボールだったと思います。で、大瀬良投手のコメントですが、要所でいろんな球をうまく使えたということで、まあ、ピンチをね作るのはちょっとこの試合ね、まあ、多かったんですけど、まあ、その中でもしっかりと慌てずに、シュートボール使ったりカットボール使ったりね、まあ、スライダーフォークも交えるということで的を絞らせなかった。で、しっかりクオリティ高いボールが投げれていたんじゃないかと思うので、まあ、本当に今年の大瀬良投手はね手術を経てね、状態がいいと思いますし、まあ、完全復活へのシーズンになるかなと思いますので、まあ、またねエースとして、言われるようにねいいピッチングっていうのをね続けてほしいなと思います。続いて中継ぎまとめ、今日は2投手ですね。まず島内投手なんですけど、まあ、9球で三者凡退というところで、まさかのね全球チェンジアップでしたね。まあ、これは多分相手もね裏書かれてたんじゃないかなと思いますね。まっすぐ待ってたと思うんですけど、まあ、結局投げないんかということで、まあ、3人、三者凡退になったと思います。これでね、その後勝ちが
転がり込んで、早くも2勝目ということで、中継ぎではあるんですけどね、もう2勝していますので、まあ、島地投手もね、ちょっと前の試合はコントロール乱れる場面もあったんですけど、まあ、この試合はしっかりとコントロールもね、安定していましたので、ここからね、まだまだ状態上げていってほしいなと思います。で、最後は栗林投手、こちらも三者凡退2三振でした。まあ、先頭ね、さっき言った上本選手のファインプレーもあったのでかかったですね。まあ、それもあって三者凡退というところで、まあ、この試合はね、カーブもうまく使ったなと思いますね。カーブでカウント稼いで空振り奪うということがあったと思います。で、最後のね、大山選手のフォークも完璧ということで、まあ、いいところからストーンと落ちて、相澤選手もね、よく止めたと思います。まあ、ちょっとフォークの落ちがね、ばらつきあったんですけど、まあ、最後うまく決まったので良かったんじゃないかと思います。で、ここまでね、登板した今シーズンね、打者16人に対してヒット1本のみでフォアボールもないということでね、今年本当に安定してね、安心して見れるかなと思いますので、今年はまたね、絶対的守護神として引き続き頑張ってほしいなと思います。最後に次の試合ですが、カード変わりまして巨人との3連戦です。予告先発は栗投手、戸郷投手となっています。栗投手ですが、前回6回までノーヒットとね、素晴らしいピッチングね、見せたんですけど、まあ、自責点はね、ゼロながら失点1で負けてしまったということで、まあ、ここまでスプリットチェンジがね、初戦2戦目と非常にいいので、まあ、この試合もね、炸裂するかというところに注目したいと思います。で、戸郷投手ですが、オープン戦ね、ちょっと不安定だったようなんですけど、まあ、しっかりとね、開幕してからはね、安定したピッチングを見せているということで、まあ、ここら辺はね、さすがだなというふうに思います。まあ、ただちょっと前回ね、被安打が多かったようなので、まあ、月ってのはね、もしかしたらあるかもしれないと思ってます。で、まあ、序盤から援護できるかというところで、まあ、やっぱ開幕投手のね、投げ合いになるので、なかなか援護って難しいとは思いますし、まあ、今ちょっと打線もね、やっぱ元気がないので難しいとは思うんですけど、まあ、栗投手のためにもね、序盤から援護してほしいと思いますし、まあ、秋山選手のさっきのね、自打球の話もあるということので、で、まあ、2軍でも状態良かったね、宇草選手がいますので、まあ、もしかしたら宇草選手のスタメンもね、あるかなというところで、まあ、もしスタメンであれば結果をぜひ残してほしいなと思います。で、ビジターでね、2連勝というところで、まあ、甲子園で勝ち越し、これ多分新井政権初めてということでね、まあ、鬼門苦手なところでね、しっかりと勝ててますので、まあ、去年得意だった巨人戦でもね、勝って連勝を伸ばせるようにね、頑張ってもらいたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。9回の田村選手の貴重な一打で1対0で勝ったという素晴らしいゲームだったと思います。いい形で連勝となっていますので、このまま勢いに乗ってもらいたいと思います。このチャンネルの登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではカープの勝利を祈りまして、シャーカープ頑張れ。